で終わります。本当は野球がやりたくて、お母さんになんか野球なんてめちゃめちゃ練習きついのよって。で僕結構軽たらくな小学生の時太ってたし、なんかダメな子供だったんで、なんかお母さんも、まあ、バスケやってて、そういうのもあって、なんかバスケならいいみたいな雰囲気があったんで、離れたいと思ったというか、やってて大丈夫かじゃないですけど、なんかもうここまで来たら金のバスケットボールで決めるわけで、去年ですか、ね、3年生ぐらいの時にちょっと第一線は大学まででいいんじゃないかって、ちょっとまあ本当ちょっとですけど思ったこともありました。今はそんなこと全く思わないです。まあ今もあんまりコミュニケーションは得意じゃないですけど、多分バスケやってなかったらもっと多分やばいやばいやつだったと思う。変な誘惑とか、そういう誘惑よりも、まあ、バスケがあったからそういう悪い方向に行かなかったっていうのも絶対あると思います。もうそうバスケ中心に考えてたから、はい、今の自分があると思います。心の在り方の面でちょっとやっぱいろんな人に迷ってるのとかいっぱい言葉をもらって、まあ、僕自身そんなつもりなかったんですけど、まあ、そう見えてるってことは、まあ、多分それがプレーに現れてのまあ、シュート確率だったり得点が伸びないところだったので、まあ、練習中はこういうの考えながらやらなきゃいけないと、まあ、試合では自分を中心に考えるぐらいのつもりでやりたいので、まあ、もちろん優勝で、まあ、得点を取りに行きたいと思います。1年生の時のインターハイ優勝ですね。あれは初めてになったっていうのもあったし、でなんかすごいふわってなりました、ね、あの時はもう本当に嬉しくて、もう嬉しくてたまらなくて、スウェーバスケはどちらかというとお金を払ってバスケをしてプロと違って、なんか親とかもなんかお金面とかで助けてもらって、なんか最後も、まあ、優勝して高校3年間では一回も優勝できなくて、最後2位で終わって、でも大学入ってから、まあ、優勝は、まあ、何回かしてますけど、まあ、僕ら2人がメインの舞台に立って委員会に臨むっていうのは今年だけなんで、まあ、高校3年間で成し遂げられなかった優勝を、まあ、最後に達成できたんだっていう、今年みんな苦しかったと思うんで、まあ、僕ら1年生の時は結構多分チーム的には苦しい状況での優勝だったと思うんで、まあ、やっぱそういう状況での優勝はどんなに気持ちいいものかっていうのを味わわせることができる。